はい、ギルビール宝石のマコネです。今日はですね、ちょっとね、パソコンの調子が悪くて もういい加減に変えろっていう感じですけどね。私は15年くらい、10、15年じゃない、10年ぐらい前の、のパソコンをチューンアップして使ってるんですが、もともとね、マザーボードがもう設計が古くて、新しいデバイスとかをパクって入れちゃうと、なんか、ご機嫌悪くなる時があるんですよ。で、まあ、最小構成にしてるんですが、今日はご機嫌悪くて そう、マイクがね、新調したばっかりのマイクが反応しなかったりするんですけど、かと思えば突然反応することもあって、今突然反応してびっくりしちゃって突然収録を始めてます。はい。まあ、そんなわけで今日は、16時間断食10週目の反省会となります。でね、サムネの通りもうすぐ100キロを切るっていうところまで来てるんですが、さあ今週はどうなったか、お話していきます。今日もよろしくお願いします。最後までぜひお聞きください。まあ、今週はね、こんな予定でお話していきますが、まあ、さあどうなることやら。で、まあ、今週からまたちょっとデザイン変えたんですけども、今私が使ってるサービスのプレゼン機能をちょっといろいろ使って試してるみたいなところです。で、まあ、今週はね、本当もう桜一色。私の中はもう頭の中桜一色。素晴らしい週でした。もう一年に一回こういう週があるだけでも、もう本当に幸せを感じる一週間でした。まあ、こんな一週間に私がどんなことに興味を持ったかなんてことをお話していきます。それがまあ一番のトピックスなんですが、さあどうなったかな、私。まあ、先週ね、たまたまモニプラで手に入れた、マイクロニードルパッチからアンチエイジングに関心を持ったっていうのをね、先週ちょっとお話したんですけども、モニプラはね、企業が、試供品とか、まあ、いろんな商品を、試供品ばっかりじゃなくても、売ってる商品も多いんですけども、提供してくれる代わりに、一般のね、消費者が、レビューを書いて、お互いにウィンウィンの関係を作るっていう、まあ、マッチングサイトなんですよね。まあ、そこで今週は、モニプラから、玄米酵素をいただきました。まあ、玄米酵素、株式会社から玄米酵素を、いただきまして、それをレビューしたんですけども、その時に玄米酵素はそもそもというよりも、酵素って何だろうということに、まあ、名前は知ったし、アンチエイジングに必要だっていうことぐらいは知ってたんですけども、まあ、じゃあ何っていうことが興味あって、ちょっと調べまくり、あ、これは本当に玄米酵素は重要なんだってことを、まあ、認識した週だったんです。はい。まあ、その玄米酵素に関しては、まあ、ちょっとね、割愛しますが、まあ、言ってしまえば、タンパク質の一種なんですよ。そう。で、まあ、玄米酵素をね、安定して取るにはどうしたらいいかっていうと、まあ、米麹や麹、まあ、麹からね、取るのが、いいらしいんですけども、他にはね、パイナップルとか、キウイとか、はい。でも、まあ、キウイはね、今はそんなに高くなくて、身近にね、ちょっと安い日だとね、1個100円とか、100円で手に入るけども、まあ、私はね、酸っぱ系の柑橘系がちょっと苦手なのと、皮むくのがめんどくさいっていうので、まあ、よくよく熟れたキウイをきれいに洗って丸かじり、皮ごと丸かじりみたいなのが、まあ、たまにするんですけども、まあ、キウイにしても、まあ、私ね、そんなに果物が好きじゃないんですよ、正直。まあ、それで、まあ、果物から酵素を取るのはちょっとな、なんか、お値段も、もうちょっとお財布事情的にも、お値段的にもね、果物、やっぱりちょっと安くないんでね、日本で買うと。なので、って思ってたりとか、まあ、パイナップルもそうですね。パイナップルとキウイは本当に酵素すっごく多いんですけども、まあちょっとね、パイナップルも皮を、てか日常的に食べるにはね、ちょっとパイナップルってパイナップルの原産地の台湾とかね、フィリピンに行かないと ちょっと無理かななんて感じのお値段じゃないですか。まあそれで、じゃあどうしようと思った時に、
酵素ってまあ昔から日本人がね、身近によく食べたものだから、じゃあどうすっぺと思うと、やっぱり味噌とか納豆とか、そういう発酵食品から取るのがいいんじゃないかっていうふうに私は思ったんですよね。で、まあその発酵食品を、まあ、自分で手作りし、可能な限り昔の和食、もう本当私たちのおじいちゃんおばあちゃん、ひいおじいちゃんおばあちゃんが普通に食べた、昔ながらの和食ですね。もしかしたらもっと前の、ご先祖様が食べたような和食を可能な限り再現しながら、まあ昔ながらの日本の和食をなんとか自分の生活の中に取り入れていきたいなということを、まあ、今週は考えた1週間でしたね。はい、まあ、その中でね、お味噌の、まあ、出汁に関心を持ったりしたんです。というのは私は普段、煮干し出汁を使ってます。で、煮干しはそのまま煮たまま煮出したままそのまま食べちゃうんですけども、まあ、もともとね、生臭いっちゃなんだけど、魚のね、匂いとか私嫌いじゃないので、煮干しがそのまま入ってても全然平気なんですけども、最近ね、いつもお世話になってる杉本さんのお味噌がなくなって、お味噌を買ってきたんです。以前使ってたやつ。まあ、安いやつですよ。なんだろう。まあ、1キロで300円ぐらい。そう、前はね、1キロで300円だけど、うわ、美味しいと思って食べたんですが、杉本さんちのね、すごい香りの高い、大豆の豆がまだね、残ってるようなお味噌を食べていると、いや、香りが薄くて、しかもトゲトゲしくて、なんか、美味しくないんですよ。そう。やっぱり手作りのものっていうものは、それだけまあ、価値があって、やっぱり合成、加工食品は、やっぱりなんか、私は違和感を感じるようになってきた自分を感じてます。はい。まあ、そんなわけで、今週の体重の経過を見ていきたいと思います。まあ、今週はですね、まあ、いろいろあったんですけども、まあ、安定してちょっと体重が落ちたっていう感じなんです。まあ、早速、今週の体重はこんな感じでした。今週はですね、まあ、退避するために2週間前の、体重のデータも載っけてるんですが、2週間前が 102.7 キロ、今週が 100.8 キロ、2週間前に比べると、まあ、2キロぐらい落ちてますね。ただ体脂肪率は、2週間前が 31.8%、今週が 32.3%、なんで、まあ、5%ぐらい、0.5%ぐらい上がってるんですが、まあ今までね、いろいろ、調べてきて、まあ体脂肪は、体重に対する脂肪率なので、体重が減ってるっていうことは、まあそんだけ体脂肪率が上がってても全然おかしくないわけですよ。ただ脂肪量が減ってないっていうことなんですね。ただまあダイエットというか、まあ私の場合は体脂肪率を最優先にしてるので、体脂肪率が減ってないってことは、結局、体重減ってないってことなんですよ。そう。ただ、この2キロは何かって言ったら、まあ、体の水分が抜けたか、体の中の、排出物がきれいに外に出たか、もしくは、老廃物が外に出たかの、まあ、いずれかですわ。はい。でも、どれかっていうと、私が心当たりあるのは、まあ、うんちが出たんじゃないかなと思ってます。はい。それもちょっと強制的に出しました。そうですよ。言葉にはしづらいんですが、そういうことです。分かってください。はい。じゃあ、まあ、体脂肪率を計算していくと、こんな感じです。はい。2週間前は、32.7キロでした。脂肪がね、脂肪の量が。で、今週、昨日が32.6キロ。つまり、0.1キロだけ体重が落ってる。そう。まあもちろんね、体脂肪率自体のこのデータが常に安定してるわけじゃないので、はい。
なんとも言えないんですけども、まあいずれにしても大差ないと 大差ないっていうことですね。はい。まあいいのか悪いのかって言ったら良くないです。はい。今週はあまり、今週とかこの2週間ぐらいはあまり成果が出てないと。まあ、体重こそは落ちてますけどね。はい。筋トレの効果が出ているのかもしれません。そう、まあ、筋肉量が増えたってことで、まあ、体重がちょっと増えてる傾向があるのかもしれないし、何が要因で2キロ痩せて体脂肪率が変わってないのかっていうのはちょっと分かんないですね。はい。これもしかして体脂肪とか体の組織を計算できる組織計がついた体重計を持ってたら、またちょっとデータの見方違ってくると思うんですが、まあ、今のところね、ちょっと、まあ、今のところ導入する予定がないので、まあ、このままの感じでまたしばらくやっていこうと思います。まあ、そんなわけで、体重の経過はこんな感じなんですが、次に睡眠の傾向を見ていきましょう。まあ、改めてね、自分で作った資料を見てると、どんだけ自分の顔好きなのみたいな感じなんだけど、そう、やっぱりね、バチッと決まった写真が撮れた時って使いたくなるじゃないですか。そう。でも今週バチッと決まったような写真が、なくて。そうそう、もう芸術的なこの髪の跳ね上がり方。これが面白かったから使ってみようみたいな感じなんですが、じゃあまあ睡眠のデータ、いつものデータを解析していきましょう。まあ、こちらが睡眠のデータなんですけど、真ん中、先週の日曜日ですね。先週の日曜日が、データが取れてないんですけども、データのスイッチを押したつもりだったんですけど、なんか隣に置いといたタブレットかなんかが干渉して、なんかストップかかったのかな。データが取れてませんでした。はい。まあ、私はデータ取り始めてからこういうの初めてなんですけども、まあ、他のデータを見ると、まあね、先週の金土はやっぱりちょっと睡眠時間が短かったような気がするんですけども、まあ、先週の反省を生かして、なるべく早く布団に入るようにはしてたはしてたんです。なので、まあ、規則性としてはそんなに、今までよりはマシかなって思ってるんですが、まあ問題は昨日ですね。はい。寝れなくてっていう感じで、実は久しぶりにコンビニに走っちゃいました。はい。そして、ウイスキー買いの、ポップコーン買いの、ドーナツ買いので、ピーナツ買いの、パコパコって食べて寝ちゃいました。はい。もしかしたら、まあ、それがちょっと100.47まで行ったのが100.8まで戻った原因かもしれませんけども、お酒飲んでみて思ったのは、以前はね、しばらくお酒飲まずにその後飲むと、まあ、全然二日酔いも何もなく、まあ、肝機能が元気になってるのねみたいな感じを実感したんですが、昨日は、まあ、本当100cc ぐらいしかウイスキー飲んでないし、同時にお水を1リッター以上飲んでるんで、まあ、水割りにして飲んだので、まあ、それだけでも起きた時はちょっとまだ弱酔っ払ってるというか、ちょっと頭が痛いみたいな感じで、まあ、体質としてお酒が合わないのか、まあ、お酒の中の不純物を体が感知できるようになったかは分かりませんが、まあ、ちょっと、あまりいいお酒ではなかったんですね。はい。そう。まあ、そうで、まあ、ポップコーンも、まあね、セブンイレブン、名前言っちゃったけど、セブンのポップコーンは、バターポップコーンなので、まあ、脂質がちょっと多めなんですよね。うん。逆に、ローソンとファミマで売ってるのは塩味だけのポップコーンなんで、まあ、脂質はちょっと低めですね。ただね、どちらも作ってるメーカーは一緒なんです。そう、3社とも作ってるメーカー、卸してるメーカーは一緒なので、まあ、基本的には、まあ、ああいう感じなんですよね。うん。で、そしてですね、
まあピーナッツもバタピーでしょ。 まあピーナッツも久しぶりに買ったら20円ぐらい上がってて、そんなに上がってるの？とか思ってビビっちゃいました。まあパンも上がってるからね。はい。んで、まあドーナツはいつものやつを食べて、まあ酔っ払って気を失って寝たみたいな感じですね。はい。まあ良くない傾向です。はい。まあいいからは気をつけようと思ってます。はい。でですね、まあという今日もう今日っていうか、まあこれはね、寝て起きてすぐに収録してるんですけど、今日も寝る前になんか食べちゃったんですよ。今日食べちゃったっていうのは、あれ、なんだっけ、オートミールに蜂蜜と、なんだっけ、きな粉と豆乳を入れて、ちょっと温めて、おかゆみたいにして食べたんです。なんかどうしても甘いのが食べたくて。で、まあ、コンビニに行っちゃえば、また余計なもん買っちゃうかもしれないかなと思って、まあ、目の手元にあるので、さっと甘いのって言ったら、まあ、これかな、みたいな感じで、まあ、どうだろう、ちょっと多め食べたな。100g はもう食べてないと思うけど、まあ1食分ぐらいは食べてるんじゃないかなと思ってます。はい。オートミールね、1食分ぐらいは食べてたんじゃないかななんて思ってます。まあなので、次出勤した時、次の出勤は、この収録の時は明日の朝なんですけど、明日の朝の体重がちょっと怖いな。なんで、まあ今日はね、今日はこれからお仕事なので、頑張って筋トレしようと思ってます。はい。まあそれんで、まあ今週のまあ睡眠の傾向というか、まあ反省点というか、まあこんな感じなんですよ。こんな感じなんですが、まあちょっとね、私のね、生活をちょっとまとめてみました。なんたってね、今週は桜ですよ、桜。もう桜並木を歩いてるだけで、幸福感、幸せ感は、本当、今日の後半もう桜の話でもうほとんど終わっちゃうかもしれないんですが、すごいね、以前はね、私は桜って、桜を見に行くんじゃなくて、桜を見てる人の写真を撮りに行くっていうような感じで、まあ、桜も見たんだけど、桜を見てる人にフォーカスしてることが多かったんです。なので、まあ、フォトグラファーの目で見ていましたね。はい、写真家の目で見てたので、まあ、花のつき方とか、花のバランスとか、複雑さとかを見て、写真を撮るタイミングを探して桜を見てるっていう感じなので、桜を楽しんでなかったんですよ、正直。まあ、街を歩いててもね、写真家の目で見てると、全然見方が違って、そこは自分の中の意識の切り替えができるんですけども、普段は写真家の目で見てるので、まあ、見えるものも全然違ってる。そう、もちろんそれが悪いわけじゃないんですけど、今週はどちらかというと、桜を楽しむっていう感覚と写真を撮るっていう感覚の切り替えがうまくいった週ですね。はい。まあ、動画を撮るようになってから、桜を、ちょっと意識が変わったというか、動画を撮るときは、どちらかというと、カメラマンとか、フォトグラファーの目ではなくて、ただ街を歩く人の目線っていうかな、ちょっと意識がかなり違うのに最近気づいてるんです。まあ、そんな感じで桜を見上げながら散歩するのが本当気持ちよくて、もうね、絵が流れていくじゃないですか、歩きながら。そう、まあ周りにあんまり人がいなかったんで、まあ、上を見ながら歩いても、全然ぶつかることはなかったんですけども、もうそのね、その桜が降ってくるようなね、本当桜の、なんだろう、桜の中にもう抱かれてるような感じね、ほんと素晴らしくて、もうそこを見ながらふらふらっと30分ぐらいね散歩して帰ってくると、
まあ、ちょうどね、スーパーの割引品が、まあ、素敵なお値段で売ってるお時間になり、まあ、それを物色してると、またちょっとスーパーの中でね、うろうろしてて、で、やばいやばい、早く帰らなきゃと思って慌てて帰ると、まあ、作業のやり残しが、まあ、いっぱいあり、まあ、どうしようと思ってるうちに、眠るのが遅くなるみたいな。そんなのがまあ今週だったんですけど、まあデータ見るとね、そんなに眠るのが遅いわけじゃなかったので、まあいいでしょう。うん、そんなわけで、今週の良かったことをちょっと見ていこうと思います。写真はね、私がよく行く、長岡市にあるね、まあ、ご当地スーパーかもしれないけど、魚六っていうでっかいスーパーがあるんですけども、まあ、でっかいって言ってもね、郊外型のスーパーにしては、まあまあ中堅ぐらいの大きさかな。はい、まあ、その中にいる不二家の、コーナーの、にいつもいる、あとペコちゃんだよね。不二家のペコちゃんでいいんだよね。そう、間違ったらごめんなさい。このペコちゃんね、季節季節ごとに衣装替えをするんです。この間まではショートケーキのコスプレをしてたんだけども、梅雨の時期になると雨がっぱを着たりとか、クリスマスの時期は、なんだっけ、サンタさんの格好したりとか、いろんなコスプレをするんですけども、この子のね、写真を撮るのがすごい好きで、私がすごいいつも楽しみにしてるんです。これからもね、また出てくると思いますよ。チェンジするたびに写真載っけようと思ってます。はい、さあ、そんなわけで今週のグッドはこんな感じでした。まあね、もう今週はね、私の心に作用したっていうものが本当多かったんですけども、まあね、桜は本当に綺麗というか、本当心が落ち着くというか、なんだろう、本当、忘れかけてた愛を感じるっていうか、なんだろう、こんなに綺麗なもんだったかっていうふうに、本当、心の隅々まで桜色に染まった週ですね。本当素晴らしかったです。そしてまあ桜が、まあピンクっちゃピンクだけど、桜のピンクって嫌味のない、本当清らかなピンクじゃないですか。そう、私が好きなピンクはこの色だよねって本当思ったんです。まあ、私もそういう色のピンクの羽織るのを持ってるんですけども、なんかね、着るもののピンクってまたちょっと違うんですよね。桜みたいな清らしいピンクを、まあ自分のファッションの中にうまく取り入れられたらなぁなんて思うんです。まあ、そんなのをね、感じた、ほんと今週1週間でしたね。もちろんピンクを見てると、ほんと平和の象徴というか、桜のピンクはほんとなんだろう、どんな色にでも合うじゃないですか、ピンクは。桜のピンクは。ね、洋服のピンクは、まあ、いろいろ合わせづらい色ですよね。はい。ピンクと合う、他の色っていうのは、まあ、ちょっと、あまり多くない。まあ、だけど、桜のピンクって、曇天模様っていうか、もう曇ったようなね、暗い、空でも、真っ青な空でも、雨の中でも、どんな天気でも、やっぱ桜の白というか花っていうのは本当映えるピンクで、いやまあピンクって本当桜のピンクこそまあ調和の色だなって、本当調和のシンボルだなって思いました。まあ、そしてね、まあ、その中で和食に目覚めたと。 で、和食はね、やっぱりね、美人を作る食品だってことが本当に分かったんですが、まあね、ダイエットプロデューサーとか、インターネットインストラクターを目指す私的には、まあ海外ではね、海外のね、ダイエッターっていうか、まあ、知識人はこのことを言うんですよ。本で書いてあったんだけど、和食はヘルシーだけど GI 値が高いと。そう。まあ、ヘルシーだから GI 値が高い、食材でも、いいと言えばいいんだけども、まあ、GI 値が何かっていうと、まあ、知ってる人は知ってますが、まあ、欧米ではね、GI 値が食品には表示されているのが普通なんです。そう。で、日本よりもずっと GI 値が研究進んでて、GI 値に無頓着なのはどっちかというと、日本人みたいな感じ。
日本はね、カロリー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 って、カロリーばっかり気にするんですが、カロリーよりも GI 値の方がはるかにダイエットには大問題なんですよ。そう、まあ、日本のカロリー進歩ってのは、本当、進行ってのはちょっとね、異常ですからね。まあ、まさに私の、今日のアウトプットでは、まあ、カロリーのことをね、ここ数日喋ってきたので、ちょっと暑いですよ。で、まあ、GI 値っていうのは、私たちの人間の体っていうのはね、血糖値、まあ、糖質が入ると血糖値が上がるわけです。血糖値が上がるときに、急に上がる場合とのんびり上がる場合があって、どちらにしても、急に上がる場合でものんびり上がる場合でも、それに合わせて、インスリンが分泌されます。そのインスリンが何をするかというと、上がりすぎる血糖値を安定させるために、一生懸命血糖値を中性脂肪に、脂肪細胞に蓄える作用をするんですよ、インスリンが。つまり、インスリンの出方が激しいということは、それだけ脂肪がたまるということなんですよね。だから、まあ、GI 値っていうのは、そのインスリンの、の出る量が、ね、高いか低いかっていうのが GI 値なんですよ、食品によってね。そう。なんで、GI 値が高い食品は、インスリンがバンバン出て脂肪になりやすい。で、GI 値が低い食品は、インスリンがあまり出ないから、脂肪になりづらいっていうことなんです。そう。つまり、GI 値が低い食品を取った方が、脂肪にはなりづらいということなんです。そう。ただ、日本食の場合は、意外と GI 値が高い食材を結構使ってるとも言われますね。ただね、細かく私が普段 GI 値気にしながら、食事を作ってると、まあ、そんなでもないんじゃないかななんて思ってますね。まあ、ちなみにね、カロリーが高いお芋さん、お芋さんの中でもカロリーが一番高いのは、さつまいもだし、カロリーが低いのは里芋。大体カロリーは倍以上違うんですけども、で、かといって、GI 値で言うと、これは逆転して、里芋じゃなくて、さつまいもが GI 値は結構低いんですよ。まあ、だから、まあ、さつまいもをいっぱい食べたからって、まあ、そうそう太るわけじゃないだろうとは思ってます。なので、まあ、カロリーだけ見ててもしょうがないってことを、私は、まあ、インストラクターを目指す私は、知ってはいるんですけれども、まあね、まあ、とはいえ、和食はやっぱり発酵食品の量が半端じゃない。そう、すべてが発酵とともにあるみたいな、まあ、食べ物ですよね。まあ、こういう気候風土が発酵食品を育ったと思うんですけども、まさにこの発酵食品は本当、日本を代表するね、すごい文化だなって思って、まあ、私はね、そういうところにものすごく今関心を持ってて、まあ、ぜひね、本当に日常生活に発酵食品を作って食べるっていうのを取り入れていきたいなと思ってます。そう、まあ、今ね、ベランダで納豆作りをチャレンジしてるんですけど、あれはどうやら失敗する気がする。なんかね、茹でた後に、あったかいうちに、まだね、あったかいうちに納豆といい感じに混ぜて、で、水分をそんなに残さずに、同じようにしたら、またできるかもしれないと思って、まあ、もうちょっとね、あったかくなってから再チャレンジしようと思ってます。まあ、まだ吊るしたまんまなんですけどね。そう。ベランダ納豆作りしてます。まあ、そんなわけで、まあ、今週のバットを見ていきましょうか、バット。まあ、今週のバットなんですけど、まあ、この写真はね、近所に見た鉢植えのやつなんです。まあ、まあ、何でも撮ります。散歩してるときはもう本当、常に写真家の目をしてます。じゃあ今週のバットは、まあね、私の欠点を発見したっていうところが、まあ、分かってはいたけどね、みたいな感じなんですが、まあ、もうね、感情には逆らえません。そう、感情に逆らおうとすればするほど、
もう心のバランスが崩れてしまう自分を、まあもうすぐいいお年の私も、もうようやく自覚したってところですね。そしてですね、ふっと気を許した瞬間、まあちょっと作業が一段落して、ふっと思った瞬間とか、まあ帰ってきた瞬間とか、さあ寝ようかなと思ってお布団入った瞬間とか、まあね、私はね、常にね、もう、なんか、ふっと頭が空っぽになった瞬間、食べることしか考えない。そう、なんか食べたいなと思っちゃう自分の考えを切り替えないと、切り替えないと、違うものに転換するものに切り替えないとあかんなっていうことを感じました。ただ、違うことに切り替えられたら、今度それに夢中になってまた寝れなくなっちゃったりするんですよね。はい。だから、なんだろう、切り替えるとか、ふっとした瞬間に、マインドフルネスに切り替えられるような、まあ、瞑想に切り替えられるような、ちょっと、訓練をしたらどうかななんて思ってます。はい。そういえば、最近瞑想もしてないな。そう。で、好奇心を止められません。はい。というのは、やっぱりね、さっきの酵素の話もそうだけど、いろんなことを知れば知るほど、いろんなことの疑問が出てくる。まあ、そこはね、ほんと最近、チャット AI が出てきたおかげで、知りたいって欲望に対して、時間とコストがかかなくなりましたよね。そう、ちゃちゃって聞けば、ちゃちゃっと答えが出てくる。ほんとね、私はね、ほんとチャット AI の存在っていうのは、ここ数ヶ月でも爆発的に変わってきた上に、非常に有効な友達だなと思ってます。はい。まだ使ったことない人はぜひ試してみてください。そう、まあ、いろんな使い方できますけどね、私はすごくライトな使い方で今は満足してます。たまにヘビーな使い方をするんですが、まあ、ヘビーな使い方もできるけども、まあ、ライトな付き合い方の方が私はなんか楽しいな。そう。で、嫌だと思ったことはやっぱり続かない。そう。私はね、自分がやってみてこれは嫌だなと思ったことは、ちょっと無理だなと思ったことは、やっぱりね、長続きしないですね。はい。そこは清く正しくパッとやめちゃうっていう方が、私にはいい気がします。無理しないっていうのがね。だから、YouTube のコンテンツ、今、ポッドキャストやってるコンテンツの中でも、これはちょっと私は楽しくないなと思ったものは、随時、切り捨てるっていうのも必要だなと思ってます。はい。そう。で、次に、そう。私はね、すぐ何でも忘れます。てかね、忘れるのはね、得意というか、訓練したというか、意識的にやってるっていう感じですね。なので、嫌なことも、まあ、いいこともすぐ忘れちゃうんですけど、嫌なことも割合と一晩寝るともう忘れちゃう。そう、思い出すことはあってもなるべく思い出さないような風に私はできてるんですね。はい。まあ、そんなわけで、このね、感情を逆らえない、食べることしか考えない、好奇心を止められない、嫌なことだと思ったら続かない、すぐに何でも忘れるっていうのは今年の私のバットだと思ったんですけども、まあ、バットなのか、いいことなのかっていうのは、ちょっと、なんですよね。まあ、食べることしか考えられないっていうのは、まあ、本当は重要なこと、当たり前のことなんでしょうけど、まあね、私がね、3年間、16時間断食やって、普通のね、体型に戻っていく過程の中では、これはちょっと問題ですよね。はい。まあ、そんなわけで、今週のバットはこの5個を挙げました。で、来週の課題はというと、まあ、来週の課題はというとですね、まあ、本当に今週、パッとした写真がなくて、そうと、私なりに、結構今週はイケてる、可愛い写真が多いなって思う週もあれば、今週は何なの今週はみたいな週もあって、まあ、それも私の表現の一つなので、そのまま使ってます。今週、特にこの写真はなんか、ババ臭いよね。はい、今週の課題はこちらです。来週の課題ですね。そうです。はい。やりたくないサインを無視しない。
これはさっきちょっとお話ししてた、嫌なことは嫌なんだよ、続かねえよっていうところから来てるんですけども、自分の中のやりたくないっていうサインに無理してやろうとすると、やっぱり無理がたたって、作業自体がつまんなくなっちゃう。つまんなくなっちゃうと、もうそれは本当お仕事なんですよね、使われてるお仕事だから、別に使われてるお仕事が嫌だって言ったら、嫌です、私は。本当自分でやりたいと思ったこと以外はやりたくないので、やりたくないっていうサインを感じたものに関しては積極的にやめていくっていうのも、ありなんじゃないかなって思ってます。そう、今ね、一つそういうふうに大きく心に引っかかっているものがあるはあるんですね。ちょっとここではお話しできませんが。で、2番目は、眠たくなったら作業をやめる。そうですね。最近でも、眠くなっても、もうちょっとで終わるからって思ってやっちゃって、眠気が覚めちゃってなんていうことがちょっとよくあったので、眠くなったらもうその日作業はもう中断。そう、起きてからやろうでいいんじゃないかな。で、起きてからそんなに無理がない作業量に全体のバランスを落として、クオリティをもうちょっと高めていくって方が本当はいいんだろうなと思ってます。そういうふうに調整したいなと思ってます。で、3、我慢はしない。我慢はしない。そう、我慢はしない。我慢しないで、寝る前にちょこっと食べちゃいました、こんばん。でも、3年間のうちそういう日が、あっても全然おかしくないわけで。そう、その代わり、16時間断食を維持しようと思ってるので、寝てすぐ、ね、食べてすぐ寝ちゃったので、今日は、2時間だから、朝の6時まで何も食べれません。それもいいでしょう。そう。で、4番目は、結果にフォーカスしない。普通ビジネスで、結果にフォーカスするわけですよ。そう。売上が上がったか下がったか、その売上が上がったのは何が原因なのか、で、売上が下がったのは何が原因なのかって言って、結果にフォーカスして、していくのが、当たり前だと思うんですが、YouTube で、や、ポッドキャストで言えば視聴数だったりとか、アクセス数だったり、オーディエンスだったりするわけですけども、そこにフォーカスすると、本当になんか、心が疲れちゃうんですよ。そう。そうじゃなくて、私はね、3年後にも YouTube だけで生活できるようになってるので、そこのね、結果に今、無理してフォーカスしなくても、もうその最終的な達成されたものだけをフォーカスしてればいいんじゃないかなと思ってます。なので、結果日記、結果を見てね、データを見て、ああだこうだっていうふうには思わずに、自分のやりたいことをやりたいようにやっていくってことを、もう今以上に徹底したいなと思ってます。で、天気が悪い日は引きこもる。これもね、以前ちょっとお話ししたんですが、私はね、動物占いの元になる素質論を勉強してた頃があって、素質論から私の導き出された素質っていうのは、100880801っていうタイプなんですけど、動物占いでいうところのライオンちゃんですね。そう、ライオンちゃんの中でも、どちらかというと、明るいタイプ なんですが、ライオンちゃんの特徴の一つとして、天気がいい日はものすごくエネルギッシュなんだけど、天気が悪い日はじどーっとしちゃうっていうところがあるんです。で、私もね、確かに天気が悪い日はテンション下がるんですよ。ほんと。そう。だからもう天気が悪い日は、無理しないで、家で引きこもろうと。そう。無理して、外に出て何かしようと思うと、帰って心が疲れるので、家の中でじっと YouTube を見てるなり、パソコンでちょっとやりたいことやってみたりとか、
ぼーっと過ごすみたいな時間をちょっと大事にしようと思ってます。まあ、そんなわけでね、この5つ、やりたくない、この5つやりたくないサインは無視しない、眠たくなったら作業をやめる、我慢はしない、結果にフォーカスをするのはもうやめちゃう、で、天気が悪い日は引っ込む、これを来週の課題としたいと思います。そんなわけで今週も終わりの時間になってきました。まあね、ちょっとね、パッと書いた割には、なかなかいいサブタイトルだなと思うんですが、私の16時間断食は、私の人生リメイク大作戦なので、はい、これからも、いろんなことを考えて、いろんなことを研究して、いろんなことを、自分の中に取り入れながらやっていきたいと思います。そんなわけで、今週はここまでとなります。また来週。まあ、コネでした。バイバイ。